まだか、まだ終わらんのか。もし、もし失敗すればイメルダ層に何をされるか。とにかく急ぐのだ。吊り橋を落とせばカルザス軍の動きを封じることができる。奴らがここへ来る前に何としても橋を落とすのだ。ああ、帝国兵がいるよ。吊り橋を落とそうとしてる。思ったよりも早かったな。だがここから先は帝国軍漂流兵団のクレイマーが倒産ぞ。帝国軍がここまで来ていたなんて、帝国軍もなかなかやるわね。国境付近には十分な警備体制を敷いていたのですが、申し訳ありません。仕方ないわ、キース。この前の戦闘で十分な兵力がないことは分かっているもの。それよりここを急いで突破しなくてはならないわね。迂回する時間はないし、それにこの先にある砦のことも心配だわ。エルヴィン、一気に突破しましょう。そうだな。帝国もラングリッサーを探しているかもしれないしな。こんなところで時間を使わされるわけにはいかない。よし、みんな突っ込むぞ。敵の飛行部隊には気をつけた方がいいわよ。移動スピードが速いから簡単に回り込まれちゃう。そうだね。でもエルフがいれば楽に倒すことができるよね。飛行部そうね。ヘイ、詳しいじゃない。あれ、もしかしてシェリーは知らなかったの？知ってるわよ、それぐらい。姫、飛行兵はそのことを知らなければ生きていけません。だから兵法を学んでくださいと毎日のように言っていたではありませんか。だって兵法って退屈なんだもん。やっぱり実戦で覚えるのが一番よ。なんだ、やっぱり知らなかったんだ。うるさいわね。全軍、敵を十分に引きつけてから攻撃しろ。はそれにしても、飛行部隊だけで編成するなんて、帝国軍もすごいことするな。特殊な戦場でも、それに合わせて自由に部隊を編成することができる。それだけ帝国の軍事力が並外れているということでしょう。よし、今だ！全軍突撃開始！
まだ橋は落とせんのか。あは、申し訳ありません。とにかく急げ。は、帝国軍の隙にはさせんぞ。軍人力がみなぎってくる。邪魔しないで。よし、恐竜兵団の力を思い知る。
者たちを癒やすため。思いのほか丈夫で。急げ、急ぐのだ。はThank you.
底陛下。クレイマー様、もう少しで準備が完了します。早くしろ。敵は思ったよりも手強い。これ以上はやらせんぞ。
の者の剣となる。もう少しです。もう少しで橋を落とせます。よし、急ぐのだ。ここは飛行部隊の機動力を生かして敵の大将にとどめを刺しましょう。時間がかかっちまったな。エルヴィン、急ごう。帝国の奴らが何の意味もなくこの橋を落とそうとするはずがないわ。彼らの目的は明らかに我々の進軍を止めるためのものでした。この先の砦も心配ですが、バルディアを探すための時間を稼ごうとしているのかもしれません。ああ、確かに急いだ方が良さそうだ。とにかく砦まで急ぎましょう。もしかしたら今頃砦が包囲されていたりしてそうかもね。でも心配ないわ。だってその砦には私の剣の先生がいるもの。へえ、そうなんだ。シェリーみたいに強くてたくましい剣士を育てた人がいるなら安心だね。へい、あんたね、こんな可愛い女の子捕まえて強くてたくましいっていうのはないんじゃない？ね、エルヴィン。ああ、そんなことないよ。シェリーは可愛いけど強くてたくましい女の子なんだよ。はあ、もういいわ。とにかく急ぎましょう。よし、行くぞ、みんな。